ダージリンヒマラヤ鉄道とは、インドの東北部に位置し紅茶で有名なダージリン地方を走る鉄道である。登山鉄道として知られる。現地や英語圏の観光ガイドブック等では、ダージリンとイトレインという愛称で表記される場合も多い。世界最古の山岳鉄道である。本路線の建設が開始された1879年当時、インドはイギリスの植民地であった。 この路線は紅茶の輸送と飛翔客の便宜を図るために建設が開始された。開通を急ぐイギリスは現場にすでに存在していた山道や地形を流用しやすいよう、本路線に用いるレール幅を基幹 610mm のナローゲージとし、機関車には小回りが利く小型のタンク機関車を採用した。本線は1881年7月3日に開通した。 1999年11月には、オーストリアのゼメリング鉄道に次いで、世界で2番目の鉄道における世界遺産に登録された。2005年には、ニルギリ山岳鉄道、2008年には、カールシムラ鉄道も遺産に加えられ、インドの山岳鉄道群として、拡大登録された。典型的なループ線山肌に連なるスイッチバック、開業時から継承された。 専用の修理工場本線はニューチャルパーイーグリー、ダージリン間の約 88km、高低差約 2000m を非力なタンク車で登っていくのだが、イギリスはショートカットのためにトンネルを掘るなどコストのかかる広報を取らず、参観を練るように路線を設定したため、全工程の約70%がカーブ区間となってしまった。このためにハード面ではループ線が三箇所、 スイッチバックが6カ所など、当時の最新技術が駆使され、一方ソフト面では運用員による砂巻きなど、登山鉄道としての工夫が随所に見られる。開業時から使用されるイギリス製の蒸気機関車は、最古のもので110年にわたり使用されている。蒸気機関車の小型さから、鉄道ファンなどには、トイトレインとも呼ばれることがある。 ただし老朽化の進んだ機関車の故障に伴う延着、途中駅での運転中止は日常茶飯で、特にダージリニキは10時間以上要する場合がある。また、途中駅での運転休止の場合は、そこから乗り合い自動車などをチャーターして、以降の駅に向かうこととなる。このため、世界遺産登録後、百九十九年から全線ディーゼル機関車による牽引に置き換わったものの、 観光資源となっている蒸気機関車の廃止を惜しむ声が周囲から押し寄せたため、カルシャン駅からダージリンまでの一部の区間に限り蒸気機関車の運用が続けられている。機関車を運用し続けるために東鉄道には開業時から継承されたティンダリア修理工場がある。ここでは職人が専用パーツの一つ一つを作成するにあたり、開業当時から変わらない製法を使用し、 砂型に溶けた鉄を流すところから手作りし、世界遺産である。この鉄道の維持に貢献している。参観を下っていくディーゼル機関車。機関車上の運用員は、セカンドファイヤーマンであり、彼は石炭を砕いて、車内のファーストファイヤーマンへ送る。デッキに座っている二人は、レール上に砂を巻くサンドマンである。この路線は、登山鉄道でもあるため、運行速度は遅く。 前線走破に7から8時間を要する。さらに、蒸気機関車の場合には、しばしばトラブルから最終駅まで到達できるとは限らず、途中駅で運転打ち切りになることが多い。この場合、ダージリンへ行くには、バスや自動車をチャーターしなければならない。並行して、同区間を3から4時間で結ぶバスも走っており、実用的には地元では、バスの方がよく使われており、 登っていく途中で、幾度もバスに追い越される。本路線のおかげで周辺の開発が進み、あたかも路面電車のように街中を走る区間が存在するようになった。前述のように列車の速度が遅いために走行中に飛び乗る乗客も多く、当然ながら運賃は支払う者はいないし、それを咎められることもない、おおらかな料金制度である。飛び乗り飛び降りは、 校庭の終着に近くなるほど多くなる。またニュージャルパーイーグリー駅で乗り換えた場合、車内で車掌が運賃を集金に来ることもない。昼食時には係員が車内でオーダーを取りに回り、途中駅で供給される。車内食も利用できる。客車内の座席は通路を挟んで二人がけ数とがけと、非常に狭く、窮屈なまま何時間も揺られての旅となる。途中駅では、 しばしば給水塔からの給水やすれ違い、また機関車の点検整備のために長時間停車を繰り返す。また、急勾配の難所では、動輪が空転を繰り返して停止してしまうことも多く、このためレール上の摩擦を増やすために砂を撒くための砂巻き装置が必要となるのだが、古い蒸気機関車の場合は、最前部に設けられた砂桶けからデッキに待機している。 サンドマンにより桶から直に砂をレールに巻く光景が見られる。1999年当時のクロソング駅、コルカタなどから夜行列車でニュージャルパー・イーグリーで下車し、駅内で乗り換える。感染の主要な列車はニュージャルパー・イーグリーで連絡しており、インドでは日常茶飯である遅延があっても待っていてくれる。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち、 以下の条件を満たし、登録された。2005年に、ニルギリ山岳鉄道が、登録対象に加えられた際に、インドの山岳鉄道群の名称に変更された。ありがとうございます。